はい、始まりました。今回もね、副音声撮ってあげましょう。副音声ね、あの前のが結構反響良くて味を占めたみたいなんで、はい、ここのキャラクター選択いいよね。この文は全部むつまさんが考えてくれてます。文章考えました。そうだね、すごい、良かったな。ちゃんと演奏シーンかっこいいの、なんか面白いですよ、なんかね、演奏シーンだけで MV1 本撮れるぐらいの撮ったらしいのよ。めっちゃ、ドラマ30回ぐらい叩いた記憶あんねんめっちゃ楽しい汗だくだったのな、みんな。ここさ、なんかこのロボットっぽい動きをしてくださいみたいなこと言われてさ、木島さん全然ロボットっぽくないんだよ、ね、なんなんこれ演技してるとしたら下手やな。やったっこの辺かなと思ったけど、あんま出せなかった。演技派ではないですね、やっぱりね。普通に走ってたよ、木島さん。なんだ、そうやな。初めて会った時こんな感じだった、木島。この CG おもろいよね。いいですね。アイテムがちゃんとこの表示されるってのがいいし、そうそう。いや、ちゃんとかっこいい、ちゃんとかっこいい映像も撮ってくれるっていうのが深津さんの、ね、良さですよね。あ、これ面白かったよね。これ多分ね、最後の方だよな。最後の方だね。もうあの全部巻いちゃえって言った時。そうこれね、あれ、ほんと木島さんとか娘村さんにこのゴミが絡まっててさ、俺のところに全然ゴミ来なかったんだよ。そう風速の調整が大変だよ。そうあーオープンカーね。オープンカーをこれなかなかね、ドア開かなかったんですよそうめっちゃゆっくり撮ってんだよな。オープンカーで爆走したかったけど、割とゆっくりなスピードで撮ってました。あんだけオープンカーの撮ったのにさ、こんなに近くなってんだなそうあれだよな、もうちょっと使ってもらってゾンビパートがね、面白かったね。始まるっていう、ここもさ、演技指導めっちゃ入ったよねしたこれもなんか7回、8回ぐらい撮ったよな。撮ったそう、これね、木島さんが木島の演技好きなんだよな、ここのこれねなんかその、あの後ろに向けてちょっと笑ってる感じですよね。すごい、はい、最初のパートが終わって、はい、問題の問題シーンがね、いや、ここだけ切り取られてるのちょっとやめてほしいですね、ちょっとね、やめてほしくないけど、別にでも俺はいい演技してるねこれは迫真の演技ですね、これね。やっぱそう、全然ね、木島さんも本当にさ、ここの木島がさ、その無なんだよね、ちゃんと見てないのが。いやー、ここのいい顔してんな、本当に。そう HP メーターがどんどん上がっていくのもね、粋ですよね。ここダメだね、バカだね、ここに。やっぱギター弾けませんね。そう、なんか毎回やっぱ MV でギターソロどうするっていうなるよね。あ、まあ、差し掛かるんだよねこれ俺ね、足にね、引っ張ってあるんですよ、よく見ると。そう見えてる。いいですね。これ一番最初に撮影したとこですよね。そう、実は雨めっちゃ降ったんですよ、ここ。そう雨がちゃんと隠れてるよね。そうすごい、ね。で、その爆薬のさ、専門家の人が完全にプロで、なんか仕事終わった瞬間何も言わず帰っていく。仕事人だったもんね、完全に。迷彩服の人たちの集団で。ささっとこの撤収の作業を。でもって感じしたよ。火薬余らしたらあかんから、2回目結構多めに油入れてて、まあまあ。バグもでかくないみたいになっちゃうね。そう。面白かったな。夢だったんでね、やっぱ爆破するっていうのは、バンドやってたら一回は夢だったと思う。このミュージックビデオには僕たちが、ね、やりたいことを全て詰め込んだみたいな、ね、そう数分間になってましたね。エンドロールがあります。エンドロールがありますね。ちゃんとね、ゲームのエンディングっぽいよね、ちゃんとこれもね。6万円 X6 っぽい。ピンポイントでめちゃくちゃ。めっちゃ、あ、終わりです、終わりです。まだあるあのコンプリート画面、これね、いいよね、某ホラーゲームみたいな、この、はい、そう、あ、終わりです、終わりです、ありがとうございました、はい。